皆さんお久しぶりです。お久しぶりと言っても2日ぶりなんですけどね。はい、2日ぶり2日3日かな。本当は1週間後ぐらいに配信する予定だったんですけども、もうさっさと配信しちゃいたいなみたいな感じで今配信始めます。今回は2018年ロシアワールドカップのグループ予選と同じ組み合わせ、ドイツ対韓国を行いたいと思います。まあこっちがドイツ使うんですけどね。はい、そうですね、ドイツ対韓国ですわ。あの時は全力で韓国応援してましたね。もうちょっと非国民ですけど、もう韓国を必死に追い、 2-0 韓国勝ち、ドイツグループリーグ再開。なんかもうジャイアントキリングっていうか、まあ なんていうか、まあまあ嬉しかったというか、まあそんな感じですかね。嬉しかったって言っちゃ変ですけど、まあもうとりあえずもやっぱもうジャイアントキリングも心躍るものがありますね。はい、本日はそうですね、まあこのまま始めていこうとは思うんですけれども、はい、あ、韓国ライセンス取れてないですね。なんか全員なんかもう、ライセンス取れてないんで、もう全員もう顔写真ついてませんね。はい、そうですね、まあそうですね、まあ僕パクチソン大好きな選手の一人なんですよ。うん、大好きな選手、本当に大好きなんで、パクチソン。日韓ワールドカップ、ちょっと2002年になるんですけど、日韓ワールドカップのポルトガル戦のゴールが特に印象的ですね、僕の中では。どっちがポルトガルか分かりませんでしたもん、だって。あれ。もう、センタリング、胸トラップ、足トラップ、逆足シュート。あれ、もう、どっちがポルトガルか分からない。まだパクチソンが京都パープルサンガにいた頃の話ですけどね、まあ。まさかマンチェスターユナイテッドまで行って、あそこまで大物になるとは僕は思ってませんでした。まあ、海外行く、まあ、行くのかなみたいなのを思ってましたけど、あれ、京都パープルサンガ出身なんで。まあ、ほんとすごいと思いますわ、もう。そう思うと、香川って、なんだろう、監督が合わなかったのかな、なんか。いまいち成功を収められなかったね、プレミア、マンユー行っても。ちょっと、残念な遺跡になってしまったって感じですかね。はい。そうですね。あと、なんでキーパー、今度はドイツの話になります。キーパーなんですけれども、なぜノイアーにこだわったのかなと思って、ちょっと、レーブも、なんで、レーブ、なんでどう、ちょ、シュテーゲンっていう、シュテーゲンっていうバルサのキーパーいるんです、テアシュテーゲン。こいつでも良かったのかなとか僕は思うんですけどね。今回は手足提言使っていこうと思います。うん。バルサのキーパーですね。こっちでも良かったと思うんだけどなと、思ったんですけど。あとメンバー豪華ですね、本当に。ヨナス・ヘクトル、フンメルス、ボアテング、キミヒ、トニクロース、ケディラ、エジル、ドラクスラ、ミュラ、マリオ・ゲッツェ。まあ、ちょっとなんでここにトーマス・ミューラーがおるかわからない。ちょっとトーマス・ミューラーセンターフォワードに変えますね。はい。変えます。まあ、ミューラーって言ったら、まあ、昔で言うと、爆撃機。ゲルト・ミューラー。爆撃機の愛称のゲルト・ミューラーの方のミューラーが思い浮かぶんですけど、今はもうトーマス・ミューラーか、時代はトーマス・ミューラーかなって感じですね。僕、ちっちゃい頃、僕の中では3回ぐらいサッカーブームあったんですけど、初めてのサッカーブームの小学生の時に、ドイツ代表のビデオ、まだビデオだ頃だったんで、ビデオレンタル屋でビデオ借りてきたんですよ。あの頃はまだクリンスマンとかエッフェンベルグとかの時代でしたね。はい、エッフェンベルグ、まあそのぐらいの時代でした。クリンスマンとか、もう、昔ジェフにいたリントバルスキーがいたような、そんな感じですね。はい。ジェフ市原にいたリントバルスキーも代表でしたね。はい。そうですね。なんでここでめちゃめちゃペチャペチャ喋ってるかというと、もう試合に入ったら多分無口になっちゃうんで、ここちょっとこれ配信としていいのかわからないんですけども。もう、
ちょっともう多分喋らないと思います。喋らないというかもう、喋らないで解説になるのかなにはなるんですけども、もう前回みたいにもう一方的に攻められたらもうちょっと会話にならないかなとか、試合集中したいってたらちょっと会話ならないかな、会話しないかなになるんで、そうですね。まだ、そうですね、先ほど言ったのはまあ、イタリア大会の映像ですね、はい。イタリア大会1990年になりますね。ドイツ優勝、イタリア3位でしたっけ、はい。ジュビロ磐田にいたスキラッチが得点王でしたね、はい。そうですね、うん。次の時、次僕がブームになった時は、なんかもう雑談みたいになってるんですけども、なんかもう。次ブームになった時は、次、自分の中のブームは、中学生中頃かな、まだクリンスマンおったかな、うん、ビアホフとか、あと何おったっけな、中盤。まだバラックの頃じゃないな。いつだろう。バラックの前な、何が中盤おったっけ、なんか覚えてないな、なんか。そんな印象ですわ、まだ。バラックはカーンとか、まあ、僕の第3次、全体で 3回じゃなくて4回、今回含めたら、今含めて4回なんですけど、ブーム。3回目の、まあ、日韓ワールドカップの時、はい。もの個人的ブームの時には、もう、バラックとか、カーンでしたね。日韓ワールドカップカーン、もうめっちゃもう、まあ、あのもなんかもうブルドッグみたいな顔って言っちゃあれなんですけど、まあ、もう盛り上がりましたね、本当にもう。上げてくれたというか盛り上がりましたね、もうカーンのあの、もう闘志あふれるセーブで。なんかもう、こんだけなんかもう、なんていうかもう、だべってるじゃないですけども、なんかもう、うん、もうほとんど雑談みたいになっちゃってるんですけども、まあそうですね、はい。まあやっていきたいと思います、はい。これもうチーム豪華ですよね、ドイツ。この頃世界ランク1位だったんかな、まだ。まだこれ、ウィーレ2018なんで。そう、世界ランク1位だね、多分。ノイア、ムスタフィ、バイクル、ギュンドアン、マリオ・ゲッツェ、シュール、ブラント、マリオ・ゴメス。あ、豪華ですわ、本当にもう。本当に豪華ですね。これやってたら楽しい。これでサッカーやったら楽しいでしょ、みたいな、もう。もう使う方もワクワクですわ、もう本当にもう。そうですね。もう相手の韓国の方はもうライセンス取れてないんで、もう、ソン・フンミンも、もう偽名ですわ、もう。昔のウイレって韓国とかライセンス取ってたんですけど、韓国ライセンス取ってたんですよ。この頃、もう、どの頃からライセンス取らんくなったんかな。なんか僕の中では、2007年ぐらいなのか、8.9 年。ちょっとよくわかんないですけど、その時あんまハマってなかったんです、サッカー。うん、個人的に。うん、なんかもうライセンス取れてなかったですね。もう昨今の日韓の関係悪化を受けて、もうライセンスは取らないでしょうね。まあ、あと個人的にはもうウィニングイレブンは、任天堂スイッチで出してほしいです。いや、実は僕、プレステ4持ってないんで、欲しいです。ちょうだい。ちょうだいとか突然言い出してもあれなんですけども、プレステ4持ってないんで、プレステ3で仕方なくもう、ウィーレ2018、18までしか出てないんで、18で必死に配信していってるんですけれども、まあ、プレステ4買う予定ないんで、任天堂スイッチをウィーレ出してほしいなって僕は思ってるんですけどもね、はい。本当にもう、任天堂スイッチのどうやって運入れするかなみたいな。でも、プレステ4わざわざ運入れのためだけに買うのもあれだしなって感じなんですけどもね。そうですね、はい。まあそんなこんなで、まあそれではやっていきたいと思います。多分試合に集中すると思うんで、多分無口になってしまうのかなとは思うんですけれども。それでは始めていきたいと思います。用意スタート。なんでいつも対戦よろしくお願いしますので、なぜ用意スタートなのか分かんないですけどもね。
どうしよう。あ、俺、中入ってこんかった、ほんで欲しかったんだけどな。まあ、惜しい。今結構と通るとは思わんかったんだけど、今のスルーパス。あんな綺麗にスル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 通るとは思わんかった。ちょっとブロックされるかなと思ったんだけどな。なんかスルって通っちゃいましたね、なんか。一応これコンピューターレベル、いつも通りトッププレイヤーなんですけども、はい。勝ちたいですね、はい。まあ、やるからには勝ちたいですね、はい。僕パクチソン大好きなんで、もう日本代表で、歴代日本代表で誰が一番好きかって聞かれてもパクチソンって答えれる自信ありますんで、それじゃあ違うだろうになっちゃう。まあ違うんですけども、はい。あ、誰も上がってこない。なかなか上がってこないな。あー、ブロックされた。あー、ちょっとなんか誰かスルスル上がってほしかったんだけど、誰も上がってこんかったな、様子見てて。ちょっとあと追いかける鬼ごっこみたいな守備やめてほしかったんだけど、今ちょっと。オーケーオーケーオーケー、点入りましたね。もうこの流れでもうどんどん点を決めていきたいと思います。そうですね、もう、この頃のドイツのメンバー豪華ですよね、本当に。もう世界ランク1位だったと思うんですけども、まあ惜しくも予選リーグで敗退というか最下位という結果に終わって敗退してしまったんですけれども、まあやっぱりあの時僕やっぱり韓国全力で応援してましたね、はい。もうジャイアントキリング見たかったんだよ、本当に。よし、取った。よし、 OK。 あ、いや、よし、 OK。 読めてた、今のはどう出すか読めてたわ。あっと、こんな高い位置で取られた。ちょっと一人行こう。よし、 OK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 
ボールを追っかけて後手後手に回る鬼ごっこ守備はやめてほしいとか思ったんですけど、鬼ごっこ守備は僕嫌いなんで。韓国第1戦、ちょっとロシアワールドカップ1戦2戦目とかもうなんかもう簡単に後ろと簡単にボールを取られて、あちょっと今意図が合わなかったですね。ボールを韓国だけじゃなくても僕嫌いな守備なんですけど、鬼ごっこ守備みたいな、鬼ごっこみたいに相手を追いかけてって引っ張り回あ引っ張って倒すみたいな、なんかもう単細胞って言っちゃ失礼ですけど、僕は好きじゃないですね、その守備は。単細胞って言ったら失礼ですけども、まあ、よし、あちょっと今貯めて上がり待った方が良かったな、ちょっとあれではなかったな。なんかもたついてるなって、よしよしよし、体入れるだけでいい、うん、後ろに回る後手後手な守備は、まあ先ほども言った、よし、いた、無理か、これまだ点取れそうだな、なんか雰囲気的にまだ点取れそうですね、これたとえ切りたいな、あーいかん、今抜かれた、あ今のがいかんかったな、守備、あ、入っちゃった。ああ。
誰が決めたのか分かりません。もう相手全然ライセンス取れてない偽名なんで、もう誰だか分かりません。とりあえず点入れられました。はい、そうですね、もう前回の動画でも言ったんですけども、韓国またソン・フンミンとかまた出てきたんで、出てきたってか、もう出てきてるんで、まあ羨ましい、超日本にくださいな、くださいなって言っても、まあ日本大阪いるんで、大阪は大阪には期待大ね。ちょっと怪我しちゃったみたいですけれども、まあ大阪いるんで、まあそうですね。あ、いや今ちょっとはなかったな、今のはなかったな、今の縦はなかったな、ちょっと横開くかなんかだったな、ちょっと、追いつける、これいける、ちょっと一人行くか、中盤の選手が一人行きたいな、今の、おし、取れた、オッケー、よし、どうしよう、どう組み立てていこう、ちょっとないね、今のは、そこじゃないパス、そこではなかった、ちょっと、わざわざ密集したところに入れないでほしかったんだけど、今の、あら、ロスタイム、アディショナルタイムなかったですね、はい。シュートあんま打ってないような気がする。あ、なに、そんなもんなの？どっちも全然打ってないじゃん。あ、支配率珍しく結構こっち取れてる。50とか。いつも29、ん？ 29、71で、なんかこっちめっちゃ負けるときとかあるんですよ。まあ、支配率が関係ないです、ハッキシって。勝てればいいです、ハッキシって。気にしなくていいです、支配率。はい。あと、それからもう何でしょうね。もう、ヴィッセル神戸に、ドイツ選手来たじゃないですか。もう誰だかは覚えてないです。覚えてないレベルです。もう。あれ、バラックだったっけ？シュバインシュタイガーだったっけ？いや、ポドルスキだよ、みたいな。僕も覚えてないです、本当に。覚えてないレベルで活躍してないような気はするんですけどね。では、後半ですね。はい。いや、もう始まってるんですけど。あ、なんか今よかった。ちょっと追い方足りんかったような気がしたけど、なんか火折り返してくれて助かりましたね。なんか今そっちじゃない。あ、取られた、嘘。ちょっとドリブルの技能足りんかな、僕もしかして。なんか無理やりドリブル、一人中盤の日潰して、あそこにスペース空けたくない。本当はバック開けたくなかったから、もう。どうしよう。これ追いつくんですね。まあ、ちょ、無理だ。なんか相手もたついてる。やばい、なんか縦パス一本で。読めてる。ちょっとまだめっちゃ攻められてんだけど、どう組み立てていこう。よし、おいった、あいつはサネ狙い。あー、ちょっとセンタリング高くなっちゃったな。そうですね、本戦サネ呼んでないですね、ドイツ呼んでもいない。どうなんでしょうね。ナインゴラみたいな感じなんでしょうかね。ベルギーの感覚としては。まあなんか僕もあれな、よくわからないですけど。よくわからないと言っちゃなんかあれなんですけど、まあ僕そんなもんですわ、とか。ああ、これちょ、これちょっと反撃食らって、ちょっとディフェンス枚数足りんから今の、停滞に釣り出されちゃダメ。ディフェンスの枚数足りてないから、ここ前行くような守備しちゃダメ。枚数揃ってから、
まあちょっと韓国とドイツじゃ、もうちょっとやっぱもうゲーム使用上差があるんで、まあもう後ろから追いかけてってボール取ること、まあもう鬼ごっこみたいに引っ張ったりスライディングした足かけたりする必要もなくボール取れちゃったりはするんですけどね、やっぱりもうゲームの使用上。おっと、ちょっと囲もう。よし、OK。足りてないな、ちょっと。お、いった。あーが、今ちょっと迷いあった。ちょっとワンテンポ遅かった、ちょっと。サッカーででもそんなもんですよね。もう瞬時に判断して、もう瞬時に判、もう、勝利しなきゃいけない。これちょ、ここそこ。よし、OK。OK。ちょっと違ったなぁ。あ、いや、取れそうだったのに、ちょっと今、ちょっと諦めちゃった。意外なやつや。よし。あー、真ん中じゃない。入り方的には真ん中じゃなかった。なんか、フォワード依存はちょっといけないな。なんか、フォワード依存してるような気がする。なんか、フォワードに当ててみたいな。なんか、ちょっと日本のちょっとなんか、ちょっと最近の代表試合もそんな傾向ありましたよね。なんか大迫にとりあえず当てればいい。大迫にとりあえずパス出しゃいいみたいな。これやばい、やばい、やばいとこ入れられた。助かった。キーパーとちょうどスペースの間に入れられちゃったんで、ちょっと危なかったですけどね。はい。まあ危なかったですね。今のはちょっと、本当に危なかったですね。まあ、できたら勝ちたい。あ、もう81分ですね。もうなんか、ペラペラ喋ってるうち。2本しか入れてないし、2本しか決め、入れてないです。ちょっと外から展開したいな、これ。ああ、無理だ。ちょっと中央からちょっと突破しすぎだな、ちょっと。ちょっとなぁ。これどうしよう。どうしようで迷っとる場合ではないな、ちょっと。何がどうしようなんだろう、もうちょっと。うん、よし。あー、もうちょいなんか工夫が欲しかったね、今のドリブルとかに関しても。勝ちたいですね。なかなか勝たせてもらえないですね、なんか。あ、終わっちゃいましたね、なんか。なんかすごい消化不良みたいな終わり方しちゃったんですけど、これで今、まあ、終わりました。はい。すごい消化不良みたいな終わり方しちゃったんだけどな。シュートお互い合計5本。枠内シュート1本ずつ1対1。まあこれでいいんじゃないですか。これでいいのかどうかわかんないですけど、もうちょっと、なんかなかったかなみたいな、なんかもうちょっとなんか、見せ場がなかったみたいな。ディフェンスに回る時間が長かったんで、中盤でボール取るか取られるかみたいな、そんな感じの試合にはなってしまいました。まあ、面白くない試合っちゃ面白くない試合なのかもしれませんけれども、まあサッカーでそんなもん、そういうこともあります。そういうことの方が多いですからね。まあしょうがないみたいな。しょうがないって言ってもこれ動画配信なんで、ちょっとしょうがないではないよねみたいなの思うんですけれども、まあそこのところはまあご了承ください。そうですね、まだなんかちょっとなんか小話みたいなものもちょっと入れときたいと思うんですけれども、まあそうですね、うん、まあこれで終わりたいと思います。では本日視聴の方ありがとうご視聴の方ありがとうございました。それでは
終わりたいと思います。またのう。またのう、こんな気取らないけど、まあ、ごきげんようということで、またの機会にごきげんよう。では。